行うので、 B4 の奏くんと小助くんは夏までに研究テーマを決めたいですね。ドキッ。奏くんは TSP に興味があると聞いていたので、その分野の論文を渡しましたが、どうでした？まだ2本目の読み途中で、やっぱり難しいです。まあ最初はそうですよね。 TSP TSP っていうのはトラベリングセールスマンプロブレム、巡回セールスマン問題のことくま。この辺のことはもう説明したから、知りたきゃ3話か原作の1巻読むくま。で、今日の用語はこちら、ビヨン。池田先生が奏たちに言ってた謎のワードくま。これは研究室でよく使われる学年の呼称くまね。学部生を英語でバチュラー、その頭文字を取って B、 つまり B4 は学部4年生のことくま。その上の修士課程はマスターの M、 氷室と雪村は修士課程1年だから M1、 茨田が M2 と呼ばれるくま。修士課程を卒業すればマスターの称号が得られるくま。せいぜい勉強して遥か彼方銀河系の騎士団みたいなマスターになって、滅亡の浮き目にでも会えばいいくま。